こんにちは、文徳春英でございます。こんにちは、ミキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のお話は奈良県の玉城神社の秘話です。その日は和歌山から伊勢神宮に向かう途中、地図で玉城神社を目にしました。玉城神社は神々が降り立つ霊峰玉城山の頂上近くにあります。本来玉城神社に参拝する予定はなかったのですが、ふと三木さんが北海道の分院玉城神社にお世話になっていたお話を思い出して、三木さんの代理参拝として訪れることになります。私自身も奈良の玉城神社には行ったことがなかったのですが、決して気軽に立ち寄られるようなね場所ではないことを知っていたので、代わりに挨拶してきてあげるねって言われた時はいろんな意味で心底びっくりしました。あの玉城神社は駐車場からすぐ近くに鳥居があるので、通常鳥居をくぐって参道を歩いていくのですが、鳥居のところに地元の方がいらして、登山道から行った方が楽だよって教えてくださったので、登山道から行くことにしました。もうね、何一つ玉城神社の情報なく行ったのですが、とにかく歩く歩く歩くでした。多分情報知ってたら立ち寄ってなかったんじゃないですか。どうなんでしょうね。登山道から30分ぐらい、まあ、ゆっくりした歩き方なんですけれども、登ると山頂に着きました。もうね、あとは下るだけと軽く考えてたのですが、すごい急勾配の下り坂で、これが延々と続きます。写真を拝見しただけで気絶しそうです。この時ね、初めて地元の方がおっしゃった登山道からの方が楽だという意味が分かりました。これがずっとね上りだと思うとね、恐ろしいですね。登るにしても下るにしても過酷な山道ですよね。はい、あの参拝を終えて登山道から帰られる方は皆さん息を切らせて汗だくでした。地元の方にアドバイスいただいてなかったら絶対無理だったっておっしゃってましたもんね。とにかく無計画で行ったので、拝殿到着するのは閉まる寸前でしたしね。で、今日は北海道の友人のために参拝に来ましたとお伝えしました。すると神様は、その友人が北海道の分院玉城神社を参拝するときに参ろうっておっしゃってくださる。このメッセージを伺ったとき鳥肌が立ちました。もうたかが私のようなもののためにわざわざ北海道まで来てくださるんですかってこう驚きとありがたい気持ちが込み上げてきました。はい、なんというご遠方で本院に来られなくても分院に出向いてくださるという御心。よくね、年どこどこの神社にはね神様がいないとかっていう話を耳にすることがあるんですけど、完全にいないのではなくて、もしかしたら必要な時だけ来てくださるということもあるのかもしれないなとこの時感じました。そうですね、神無月に全国の神様が集まる出雲地方では神有月というように、そういった現象を昔の日本人は当たり前のこととして知っていたのでしょうね。うん、そう思いますね。でその後三木さんがね、北海道の分院玉城神社に参拝に行った時のお話になるんですけれども、と見えない私でも何か感じられることがあるのかな、そんな気持ちでねワクワクしながら向かわせていただいたんですけれども、ちょっとプライバシーに関わる部分以外のエピソードをいくつかご紹介させていただきますと、田園が続く道を玉城神社に向かっていたら、車のラジオから田園という玉置浩二さんの曲が流れてきたんです。でこのシンクロに気づいて思わず笑っていると、次の瞬間明日雪が降るっていうタイミングなのに満開のひまわり畑が現れたんです。で主人も私もびっくりして、
車を止めて撮影したのがこの写真です。で、実は私昔ボランティアに関わっていた時に師匠が私につけてくださったニックネームがひまわりさんだったので、あのこの満開のひまわり畑は私にとってもとても感動的なメッセージだったんです。で、後からその時の感動を思い出して YouTube で玉置浩二さんの田園を検索してみたら、その動画にもひまわりが出てきていて驚きました。すごい笑っちゃうくらいのシンクロですね。本当にもうこれだけでも感動てんこ盛りなんですけれども、さらに車を走らせていると白い鳥の群れがこう車に並走してきて実家の田園に舞い降りたんです。で、実家でタイヤを交換しているとさっきまで寒さが嘘のように日が差してきて上着を脱ぐほど暖かくなりました。で、そしていよいよ玉置神社にご挨拶させていただくことを運徳俊英さんにね LINE で報告して、鳥居の前に立った時に体感的にもふわっと暖かくなって涙がこう込み上げてきました。私はねその時ね意識だけ一緒に参拝させていただいたところ、ご神霊が現れ、ミキさんの全身は光に包まれたシーンを見たんですよね。で、運徳俊英さんからその言葉を聞いた時に、なるほど、そういう現象の時はこんな感覚になるんだというのを改めて感動いたしました。そしてその温かい感覚とともに私の中に長年あった罪悪感が一瞬で消えていったのを感じました。で、実は私は幼い頃から絶望に満ち溢れていたので毎日のように玉置神社に足を運んで、どうぞ私を一瞬でこの世から消してください、地球も一瞬で消してくださいと心から祈るような子供だったんですよね。で、何年経っても何度願っても叶わなかったので、いつしかその絶望が怒りに変わって、もう幼い頃お賽銭箱に落ち葉を入れたりしたこともあったので、そういった自分の思いとか行動がなんかこう罪悪感となって残っていたんですよ。境内にね風がふわっと吹いてきて目の前で落ち葉が丸を描いてくれたのを見た瞬間に、お賽銭箱に落ち葉入れたこと怒ってないんだって思えたりあと感謝とお清めの意味を込めてテラヘルツのサザレ石を境内に任せていただいたんですけども、その時に何も知らない運徳俊英さんが、あ、なんか全部巻かないでって言ってるよって、そこに少しだけ巻いてあとは自分の家に持って帰って家の周りに巻くとその神社とミキさん家をつなげてくれるって言ってるよっておっしゃってくださって、びっくりして、そのメッセージをねいただけたことで本当に、あ、神様怒ってないんだ、応援してくれてるんだって本当に心から思えて、もうな本当に今まで消すことができなかった罪悪感がもう本当に一瞬で消えたんですよ。いつもちっちゃい頃、どうぞ私を一瞬でこの世から消してくださいと願っていたんですけど、そんな私の存在は消さずに罪悪感だけ消し去ってくださるなんて、まさに神業だなって思いました。そうですね、まあ、でもこの罪悪感がね原動力となって地球にいい活動をして地球に償いたいと思って行動してたりもしてたんですが、なんかこう罪悪感から行動するんじゃなくて自分がワクワクするから行動するっていうような形で行動しなさいっていうようなメッセージにも思えました。今回ね、ミキさんの場合はたまたまご縁のある神社が玉置神社だったのですが、人それぞれご縁のある神社は違うと思いますが、どこの神様も大きく温かい気持ちで見守ってくださってると思いますので、ぜひご縁のある神社に足を運んでみてください。神様のメッセージをご希望の方は概要欄の公式 LINE アカウントよりお問い合わせください。本日もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。